こんにちは。今日ブーと一緒に公園来てから一緒に作してたわけで、そしてもう結構大勢 の小学生の男子がやってきてから、キックベースボール、キックベースボール、キーベーショーとしてたから、俺たちが俺たちもやっていいって言ってから、うん、いいよって言ってから、あれブーの友達がちょっと入ってるから、なんかいやブーが知ってる、結構最近ここよく来てるから、でだから一緒にキックベースをやってるから、ルールも分かんない、俺野球とかもやったことないから、イギリス人だから、ででもちょっと見学見ながら見学しながら見ながらちょっと学びながらやってるから結構楽しい。で面白いの見るのは、みんなとってもなんかおしゃべりが多い、なんか運動してるより脳みそ、口、言葉の練習してるんですよ。ルール、なんかボールが木に入ったからそれはアウトか続けてやるか、ずっと話し、そういう場がいっぱいあるからずっと話してるで、ただ楽しい、誰もスコア数えてない、ただアウトしたらチームをチェンジするだけで、楽しみのためにやってる。で、とっても、なんていう、自分の心ワクワクする。これはとっても楽しい。これは子供がずっとこういうように過ごせば一番いいと思う。とってもワクワク、とっても楽しんでる、とっても言葉の練習してる。これだから自分の母国語がそんなに上手になる。こんなにずっと喋ってるから面白い。社会関係も学んでる。なんか誰か失敗してから笑ったり、でもそして、ね、そのなんか恥ずかしさを乗り越えたりするから、とても楽しい、自分も楽しんでます。はい、今日も見てくださってありがとうございます。